やいやいや、ちょっと、ファイヤーウェーブ、ファイヤーウェーブよりも攻撃3回出るにかけた方がいいんだよな。あーだめだめ、倒さなきゃ。あと1回耐えられるか。OKOKOK 回復しながら戦っていこう。え、さすがに死にたくないこれ。ミスミスミス。あー早く倒して。使うか。じわじわとこっちに近づいてきてる。あ、青どうかな。いやー、みんな来た。怖いよ。こんなにか。気をつけるべきは赤だけだな。どうしよう。の砂みたいなとこ行ってみようか。おセーブしとこ。今登れるね。何今さ、何今さ、ちょっと待ってよ。サソリか。ここでも仲間呼ぶんかな。あ、でもそんなに強くないの。仲間呼んだな、呼んだな。あ、よかった。またなんというか、そのいけるかいけないかギリギリのとこだな。赤が多い。ちょっと来ないで。よし、混じってしまったが、まあ大丈夫でしょう。あ、いけるいける。この緑が残ればもう、あ、また。あ、ここ。
めっちゃついてくる赤。ここになりそうだな。今まではネコマップで猿とか犬と戯れてたけど、今回はこの砂漠で誘いで戯れることになりそうだね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。また次回ということで、はい、じゃあ次はやっていきます。今回はこの砂漠の探索会になるかな。レベル上げとかも特にしてないですね、今回は。多分でももうちょっとで上がるよね。また新しいやつじゃん。一匹だけちょっと拾って。なにこれ？トカゲ？アウエロトカゲ。あ、いけ。あ、全然余裕だった。余裕とかあげるべきだな。トカゲの尻尾。トカゲの尻尾。
尻尾だ。下げな。ゾザーラソード。ザーラソード。攻撃力が下がる。必殺も下がる。さらにもう一点重要なのは、1章のセラ、2章のキーリア、3章のランドル、各章の主人公3人に非常によく見る人物が存在している点である。英雄たちのモデルと考えられているアルフ、アイリッツ、クロドナの3人は現在でこそ大陸では有名な人物ではあるが、魔王物語の2人のが書かれた21年前は全くの無名の人物であり、ハロルド・リスターとの接点も判明していない。魔王物語の結末について1、各章で1人ずつの英雄に視点を当て、その活躍を描いた物語は勇者の勝利を時間のまま終わっている。結末の
者の想像力を刺激し、人々は自分好みの思い思いの結末を思い描く。結末を想像すること自体がこの物語の楽しみ方の一部と言われている。それはそれで結構です。だから私はどうしても思います。ハロン・トリスターはどのような結末を思い描いたのか。私には一つの仮説がある。それはある島で起きた一つの事件から推察したものだ。このスライムなんか意味あるのかな。ひくぐもの部屋にもおったけど、とりあえずセーブだけして、料理作れるかな。作れるわ。ツインテール、ツインテール作ってみよう。毒まんじゅうも、もはや料理というよりは錬成のエフェクト。このゲームは戦闘に逃げるという意味がないと。できる子かわいい。そうめんを取り込むことで、あのもう一回入ってます。エラリラさんおるかな。ひくぐも、どうやらここがロワードの海だったのかな。そうなんだ。地底大空洞なんだよ。120ダメージを食らったっていうことか。 HP が足りなかったってことか。今60ダメージか。120耐えられる HP がないと。じゃあ今回は殺人ネズミの大群の戦い。
上がってしまったばっかりに、一思いに倒してやれなくてごめんな。はいはいはい。しようとした人や組織がたくさんあり、すべて潰され多くの血が流れたことを、ある者は両目を潰され、ある者は裸でになられた。女の子は背を向け走り出しました。
げだ。頼む。お、弱い。はいはいはい、よかった。ついに弱っルドルフ弱え、レベル5っていうことはもっと早い段階でルドルフ仲間になってたのかな。何しろ7人住むクリュウ新しいマップ。おー、なんかいるな。かわいい、トナカイじゃん。私が装備してあげてないのがいけないな。そうだな。ドルフサーラソードあげよう。で、熟練度って引き継げないか。そりゃそうか、熟練してないもんな。そっか、いろんなの装備して一応3まで全部あげたんだけど、そういえば炎の牙を覚えました。鏡の中で覚えてきました。後半移行期体力が 50% だからまだ使えないね。スキル見てみよう。ライトニング1、
しょうがない、アイテム使ってあげよう。生き残った。まあでも攻撃で大丈夫。3回攻撃、処女雪。ガラスのかけら。エルドルフの回復を待つ。こういうのがあると、あのパーティーの自然回復アップとかもあってもいいかもな。やるな。結局ヒマリのスキルがだいたい攻撃が、違う、体力が何パー以下とかそんなんだから、おっとレベルアップ、体力プラス1のみ、そんなこともあるんだ。スキルが上がらないっていうことはルドルフはそんなにスキルを使って戦う系のキャラじゃないのかもしれない。防御しよう。ルドルフ防御でいいよ。これで私が一撃二撃ぐらいで倒して、徐々に徐々に自然に体力を回復させていくっていうスタイルで、それがいいな。下がるマーカー下がるね、ステータス下がるな。ピッケルか、これを何でもにすると、ドキドキガードさえ下がる。ただ何でもにすると攻撃と防御が上がる。